ただきます。うん、おいしい。こちらのパティ柔らかくてお肉の味がしっかりしていて美味しいです。実はこのパティに鹿肉が使われているということなんです。でもびっくりするほど臭みがなくて食べやすいんです。さあ今回のサキドリーナはジビエの魅力ご紹介していきます。上長瀞駅にやってきました。さあご覧ください。緑豊かな山々に囲まれて自然豊かでとっても気持ちがいいところです。さあ先ほど私がいただいたハンバーガーなんですが、この上長瀞駅の駅舎のお隣にあります、この白が基調となったとってもおしゃれなキッチンカーで販売されているんです。キッチンカーで販売をしているのが桜ごち代表の岡野さん。岡野さんは東京都八丈島出身で、山間地での自給自足の生活に憧れ10年前に皆野町に移住してきました。先ほどいただいたハンバーガーとっても美味しかったです。鹿のお肉を使ってらっしゃるんですか？そうですね、鹿のお肉はもちろん大部分なんですけれども、まあ、ちょっと食べやすいように豚も入れたりとかっていうのもあるので、まあ、ジビエの本当に慣れない方とか初心者の方でも非常に食べやすいハンバーガーになっていると思います。もちろん鹿の、お肉の味っていうのも味わってもらいたいっていうのも ありますので、まあ、シンプルに作ってるっていうのと、あとも野菜もそうですね、多めに使ったりとか、あとまあ余計なものは本当に、まあ、入ってないかなと思います。ジビエの本場フランスのシェフを商品開発アドバイザーに迎え、ジビエに馴染みのない方も美味しく食べることができる商品作りをしています。ハンバーガーも美味しかったんですけれども、いろいろ他にも商品あるということで、鹿肉にお味噌と蜂蜜を加えたソーセージ、はいはい、これも美味しそうですね。あ、よかったらぜひこちらも。あ、いいですか、はい、言ってみるものですねということで他のメニューも用意していただきました。自家製の蜂蜜を使ったドリンクやローストリエットと全部美味しかったのですが、特に私のおすすめはこちら。いただきます。この鹿肉の旨味とかこの淡白な感じもしっかりこう強調されているというか、でもどれか一つがこう何かを邪魔していることもなくて、あ、これ美味しい。ジビエ料理を堪能した後は今年オープンした皆野ジビエ加工場にやってきました。こちらの加工場では地元漁師が捕獲した鹿を解体して食肉に加工し、ソーセージやハンバーグにしてキッチンカーで販売しています。解体から加工、販売までできる施設は全国的に見ても珍しいそうです。うちぐらいの規模でしたら一つの場所で全ての工程までやった方が事業的に考えると利益が出やすいというか、委託するよりは自社でやった方がこの規模だったら採算が取れるんじゃないかなとは思ってます。解体後すぐに冷やすことで鮮度の良い商品の販売が可能となっています。捕獲された有害鳥獣は無料で加工場に引き取られることが多いそうですが、こちらの加工場では有償で引き取っています。相当大変なんですよ。本当に罠をかけて見回りを毎日してそれを止めてここまで軽トラックに乗っけて持ってくるっていう作業を考えると、どうしても私にはただで、有害なんだからただでいいじゃないかっていうふうにはちょっと思えなくてですね、
優勝で引き取りをさせてもらおうかなと思ってます。近年、鹿やイノシシなど一部の有害鳥獣の生息数増加や生息域拡大により生態系への被害が深刻化しています。秩父地域も農業や林業に被害があり、特に多く生息する鹿は有害鳥獣として捕獲され、その大部分は埋め立てなどで廃棄処分されているのが現状です。まあ、動物が悪いからというわけではなくて、まあ、どうしても人間とその生活圏が被ってきちゃったというかというところで、まあ、よもえず、まあ、駆除という形になっちゃうんですけれども、まあ、それを私たちとしては材料とさせてもらうというところが地域の課題ということに対しては、まあ、ある程度貢献できているのかなというか、まあ、利害が一致しているのかなというところはあります。有害鳥獣を魅力的な商品にすることでジビエの魅力がもっと広まってほしいという思いと、今住んでいる地域のために少しでも貢献したいと話す岡野さん。ジビエもやって、そしてこの自然豊かなところで農業などもやられて、これから夢は広がっていくと思うんですけれども、今後のビジョンなどありましたら教えていただけますか。さっき言ったようにやっぱりジビエをまず広げたいっていうのがありますので、ジビエをいろんな人に食べてもらいたいっていうのと、まあ、移住してきたきっかけっていうのがこういった自然の中で遊びたいっていうのがあったので、やっぱり植物とか農業も好きなんで果樹、まあ、柿だったりとかブルーベリーとか、まあ、もうちょっと増やしたりとかしながら、と後ろの方でもちょっとバーベキュースペースとか作りながら、まあのんびりできるところを作りたいですかね。はい、取材の中で岡野さんがおっしゃっていた有害鳥獣といえど命をいただくということを忘れてはいけないし、いただくからには無駄にしてはいけないという言葉がとても印象的でした。今後は無駄にしないという観念から鹿の皮も活用していけるようにすでに動き出しているということです。中島さん、ご覧になっていかがでしょうか。はい、桜越さんのホームページを見るとですね、いろいろなことを多彩にやっているんですね。各企業もそうかもしれませんけれども、こう困りごとやニーズに対して戦略的に差別化を図っている、まあ、そういう中で岡野さんはこうジビエとか地域とか、まあ、いろいろなことをですね、思いに対して差別化しているという部分がすごく印象的でした。思いを形にすることによって人の心に伝わりやすくなって、そして応援されていく、まあ、これはですね、本当に学ぶことが多くて、我々も事業を起こした時、もしくはサービスに対する思いという部分をですね、改めて考えてみるとビジネスのチャンス、ヒントが見つかるんじゃないかというふうに思いました。はい、キッチンカーで販売している商品に使っている食材も皆野町や秩父地域のものが多く、岡野さんのこのジビエを通して地域の魅力を発信したいという強い気持ちを感じました。さあ、イメージがジビエのイメージが大きく変わりますので、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいんですが、キッチンカーの出店日は桜越のインスタグラムなどをチェックしてみていただければと思います。ここまで特集でした。